我々ですね、思考に侵されているわけですね。三次元の相対思考というものに侵されています。で、これをですね、いろんな外側のせいにしたりとか、環境のせいにしたりとかね、いろいろしているわけなんですけども、これをですね、いろんな、ね、トリックはあるんですけども、断ち切れるのは自分だけなんだというね、 そういう認識ですね。この認識を持っておかないと、どうしても外側を変えたくなったりとか、また外側のせいにしたりとかね。そういうふうになってしまって、どうしても目の前のものを受け取れなくなってしまいます。だから、この認識をしっかりと持っておくということが、 大事です、ね。三次元を断ち切れるのは自分だけだし、過去のいろんなね、しがらみ、傷、裏切られたりとか、またね、憎しみ、コントロールされたとか、いろんなね、不幸な出来事、心の傷っていうのはね、まあ本当にたくさんあると思うんですけども、それをですね、 断ち切れるのは自分しかいない。これをしっかりと覚えておけばいいんですね。そうすれば、いろんな場面で相手に感じたものを自分に向けていくということが理解できますね。これは自分しかできないんだ。相手に向けていたものが相手が変われば 自分が何とかなるとね、思ったんですけども、この現状にしても、またね、過去にしても、自分しか超えることはできないんだというね、そういう認識ですね。で、それは普通に思っていても、ミロスを知らない場合でもね、それだけでもかなり楽になると思うんですけども、まあ、とは言ってもね、 え、そこから実際に抜けていくというのは本当に難しくなりますね。え、ほぼ不可能と言っていいと思います。え、これは、え、まあ、マイナスな状況からね、例えば、まあ、ネガティブな心から、ポジティブな心、状況になるっていうことは、え、まあ、できるんですけども、え、超えるというのはね、え、ちょっとこれは、仕組みを知らないと、超えることっていうのはね、本当に、 まあ無理だと言っていいですね超越もうねプラスとマイナスを超越するっていうねこれは本当にとに、まあ、ものすごいことですなのでそれをね実行するためにもこのシステムの理解っていうのが絶対に必須になるわけなんですね表と裏を同時に見るっていうねその視点そして えー、それそういう風になっているという仕組み、これを知ることが、えー、超越を起こしていきます。ね、だから、えー、体験したことのないことを、えー、超越した瞬間に目の前の現象が変わっていくとか、また、えー、自分が全くそこに囚われなくなれたりとか、えー、いろんなね、えー、変化が起こっていきます。 まあ、あのー、人によってはね、えー、なかなかその変化を捉えられないっていうね、えー、人もいるかもしれませんけども、えー、これは訓練していくと、えー、まあ、慣れですね。慣れというのも必要ですし、練習も必要です。えー、そうやってやっていくとあ、あ、こういう感覚なんだなっていうね、えー、ことを理解することができます。えー、そして、えー、素直になればなるほど、えー、この世界のね、完璧さを、 まあ体験して、肌で理解することができるので、えー、ね、あ、これ本当に自分って超えていくことができるんだなというね、自信にもなりますからね。やはり体験を重ねていくと、自信も出てきますので、えー、そうやってね、えー、何度も何度もね、えー、今日のお話も聞き直していただいて、えー、1回2回聞いただけでね、こう頭で分かったつもりになって、すぐ忘れてしまうっていうね、 そういうことあると思うので、そのことについてもね、まだどこかでお話しできたらいいとは思ってるんですけども、まずは、 何度も聞き直していただいて、えー、ね、自分の中にね、浸透させてあげてください。えー、今日もね、最後まで聞いていただいて本当にありがとうございました。いつものようにね、概要欄には、えー、ブログと7日間の無料メール講座とね、えー、他にもいろいろ貼り付けてありますので、ぜひご覧になってください。えー、そして、生でね、聞きたいって方は、えー、ブログの方からね、僕の講義スケジュールが見れますので、えー、ぜひね、 生はね、もう本当に、まあ、体感された方が全員言われるんですけども、全く違うねと。えー、僕自身もね、やっぱりライブって、えー、あの自分でやってもそうですし、えー、今までの経験上ね、えー、人のライブに行っても、えー、全然ライブというのは違うなというのを感じてます。ねえー、そして、えー 次回もね、聞き逃さないように、いいチャンネル登録の方をしておきましょうね。えー、グッドボタンとシェアもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。